こんばんは。笑うまニュースの時間です。主人公道上の実家に空き巣が入り、父金高さんの取材ノートが盗まれるなど、金高さん死亡事故との関わりに目が離せなくなった第2話。さらに清家と鈴木がかつて私設秘書を務めたこともある竹地和弘議員が16年前に交通事故で急死していたことも分かりました。これは事件なのか事故なのか、そして黒幕は一体誰なのか、ご覧ください。裏を取る、徹底的に。父金高さんの事故と竹地和弘議員の事故死の関係を追及するため動き出した道上。まずは第1話で送られてきた論文の送り主を突き止めるため清家本人を呼び出しましたが、これを私に送ってきたのはあなたですよね。失礼します。はい。清家の着信で秘書の鈴木が交通事故に巻き込まれたことが判明。鈴木は腰椎を怪我する重傷を負います。僕はもう二度と大切な人を失いたくないんだ。鈴木が被害に遭ったことで謎がさらに深まる中、道上は悲願に書かれていた清家の大学時代の恋人三重子の存在に気づき、当時の関係者に取材を始めます。さらにその過程で論文に書かれていたハヌッセンが43歳でヒトラーに暗殺されたことを知ります。43歳。道上のパズルが少しずつつながり始めた頃と、ここで速報が入ってきました。先ほど東京赤坂で清家厚生労働大臣と若手議員による会合が開かれ、そこに道上記者も呼び出されたとの情報が入ってきました。最新の映像が入りましたのでご覧ください。まずは直接的な支援を増やすべきだね。はい、私は掛け合ってみよう。ありがとうございます。ありがとうございます。会合は先ほど終わったということですが、連絡は取らないようにします。あなたのために。え、前にも言いましたけど、僕のことをしっかり見ていて。僕もあなたを見ていますから。映像はここまでしか入ってきておりません。今回もあっという間にお時間となってしまいました。また会いましょう。以上、笑うまニュースの時間でした。砂漠で油売るアラブの油売りがマトローシカも売る。砂漠で油売るアラブの油売りがマトローシカも売る。砂漠で油売るアラブの油売りがマトローシカも売る。金曜ドラマ笑うマトローシカ、ぜひともご覧ください。完璧。ここで皆さんに一つお願いがあります。笑うマトローシカ、このフレーズを使った早口言葉を私今募集しております。ぜひコメント欄にお寄せください。笑うマトローシカ、これを使った早口言葉を作ってください。私がその皆さんの挑戦を乗り越えます。ぜひともよろしくお願いします。